都市へ入っていうことでね、やっていきたいと思います。秘密結社ヘロム総帥ハッチーでございます。こちら金沢の10レースのね、ダート 2000m、 一応ね100万石賞トライアルというサブタイトルがついているんで、まだ一叩きの重賞かなみたいなところもあるんだけれども、とはいえね、どの馬もトップクラスの馬たち、ここが重賞2戦目ということになります。つまり一叩きというレースを終えたところというところを考慮して、今回はこういった形でいきたいと思います。軸はね、やっぱり8番白山アマゾネス、こっちですね。金沢のチャンピオン牝馬ですよ、一昨年からね、ずっと。そして去年も、ほぼずっと連勝できたんだけれども、去年もね、琴地賞って牝馬重賞ですね。対古馬初戦だけね、白山アマゾネス負けてるわけですよ。で、今年も金沢スプリングカップ、負けたんですよね。負けた相手もここに出てきている、ファストフラッシュなんですけども、とはいえ今年も逆転するのかなと。白山アマゾネス5歳、ファストフラッシュ7歳って考えた時の伸びしろ、こういった点を踏まえても、軸はこっちかなっていうことでね、いきたいと思います。そして1番のファストフラッシュ、前走はね、言うてこっちが勝ってるんでね、ここに人気が集まって、少しでも馬券が美味しくなってくれればいいなとね、白山アマゾネスの勝利を信じて、そういうふうに思ったりもするわけなんですけども、2着3着が多いタイプ。そして去年の金沢スプリングカップでは、白山アマゾネスは、ね、出てなかったですけれども、重賞初制覇でここで連覇となっています。ちなみに、白山アマゾネスが金沢スプリングカップを今年は選んで、牝馬限定重賞、琴地賞、出なかった結果ですね。琴地賞は去年、白山アマゾネスを下したネオアマゾネスが連覇という形になっていて、出だしの重賞は白山アマゾネスじゃない馬が連覇連覇で始まっているわけですね。ただじゃあ、ここからが本気の勝負って聞いた時にどうなるか、白山アマゾネスの方をまだ上に見ようかなということで、紐の1番手ぐらいの扱いでいきたいと思います。そして3番ブラックアピス、兵庫から転入後4戦3勝、上り馬とも言えますしね、時計面では評価できるとはいえ、条件戦でダート1007、1004とか、あとこの1900、2000っていうのが、条件、上位クラスでしか使っていない関係でね、このブラックアピス、初距離っていうか初コースって考えると、紐以上の評価はできないなというふうに思います。そして6番スキルショット、前走重賞4着と好走しました。JRA1 勝クラスから、転入してきて、ここでもね、どれだけやれるかということで紐に入れていきたいと思います。で、9番の杉野グローアップ、南関東のオープンで頭打ちになった馬なんだけれども、レベルの高いところでやっていた馬というふうにも言えると思います。前走移籍初戦を、完勝してきてますからね、まだ、金沢だったら十分通用する馬ということで入れておこうかなということで、今回はこういった形でやっていきたいと思います。そんなわけでね、またこのレースの前、JRA の G1 ビクトリアマイルはメインチャンネルの笛神 TV の方で、一応こちらのチャンネルの競馬予想の方からね、動画リンクというかしてあるんで、再生リストにはね、入れてあるんです。アクセスをお願いいたします。またこちらではまたね、JRA のオープン特別戦、あと地方重賞なんかもね、いろいろ取り上げていきます。POG 関係もね、いろいろ上げてるんで、ドラフト近いですし、参考にしていただければ幸いです。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。